皆さん、たまです。前回投稿したゆるキャン映画の最新オフショットビジュアルから映画の内容を予想する動画、多くの方に反響いただけてとても嬉しいです。見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。皆さん、映画ゆるキャンの公開を心待ちにしていて、成長したなでしこたちがどんな姿を見せてくれるのか楽しみにしているんだなということがひしひしと伝わりました。そしてこの度、先日2022年1月20日に最新オフショットビジュアル第2弾、りっちゃんの成長した姿が発表されたので、改めて劇場版ゆるキャンの内容予想をお話ししたいと思います。この動画にはゆるキャンアニメ1期、2期、そして漫画原作のネタバレが含まれますので、ご注意ください。それではこの動画の内容です。まずは新しく公開されたオフショットビジュアル第2弾について見ていこうと思います。第1弾、なでしこのオフショットビジュアルについて、お待ちかねのりんちゃん登場ですね。ということで、こちらの最新キービジュアル、まさかのスーツを着たりんちゃん、いやもはやりんさんの姿が披露されています。いや、キャンプがテーマの作品とは思えないオフショットビジュアル、相変わらず見る人にいろいろな想像させてきますよね。この都会的な場所は一体どこなのか、スーツを着てるということは一体何年後の話なのか、いや今回もいろいろと考察できそうですよね。それでは早速一つずつ検証していきましょう。ということで、まずは気になる場所から見ていきましょう。いやー、もう完全に都会ですよね。明らかに山梨ではなさそうです。夜、遠くにビル群が見えている鉄橋を歩きながら帰宅しているシーンでしょうかね。人口の多い都会だからか、ツイッター上では前回のなでしこの時以上に特定班の皆さんが爆速で場所を特定してくれていました。ということで、たくさんの人がすでに特定していましたが、公式のツイートからわずか8分後に特定したおきろさんのツイートを拝借させていただきます。この場所は名古屋の JR 東海名古屋車両所近くの高野橋という橋でほぼ間違いなさそうです。名古屋駅のすぐ近くですね。まあ通りで都会なわけです。あと、すでに Google マップで高野橋にこのオフショットビジュアルの画像を参考画像として追加している人がいて、ちょっと受けました。なでしこは山梨から東側の東京へ行き、りんちゃんは逆に西側の名古屋に行ってしまっている。これはもう完全に遠距離恋愛、いや、なんでもないです。とにかく2人の物理的距離は明らかに遠くなってしまってますよね。またなでしこの方のオフショットビジュアルには多摩大橋が映っており、りんちゃんは高野橋を歩いています。橋が大人へ成長する際の架け橋として表現されているような気もします。ところで、大人になったりんちゃんが名古屋にいるということを示唆していたシーンを、ゆるキャンファンの皆さんはすぐにお気づきになったのではないでしょうか。アニメ1期の最終話冒頭、そして漫画4巻の放課後24で描かれた高校生のみんなが想像する大人になった5人がキャンプをしているシーン。この場面でトライアンフのスラクストン1200に乗ってきたりんちゃんに対して、犬子が名古屋から寒かったやろうと話しかけてるんですよね。ちなみにこの放課後24のタイトルは残る10年後ということは、このりんちゃんの姿は10年後の姿になるのでしょうか。ということで、続いては何年後の話が描かれるのかを考えていきたいと思います。個人的には映画で描かれるのは10年後、つまり5人が
25、6歳になった時の姿ではないと思っています。ただりんちゃんが名古屋でスーツを着て OL をしているということから考えると、高卒でそのまま名古屋に就職したというよりは大学を卒業してから社会人になった可能性が高いと思うので、このりんちゃんの姿は22、3歳の姿じゃないかなと思ってます。またもし10年後のノクルの姿が描かれるとしたら、なでしこはアメリカ・コロラドに本社を構える大企業の CEO になっていてほしいなと思っているので、まあ、東京都の昭島市で一人暮らしをしてはいないと思うんですよね。まあ、この妄想は千秋にはねえよと言われてしまっているので実現はしないかもしれませんが、また以前の考察動画では映画では高校生活最後のキャンプが描かれるのではないかと予想していました。その考察動画の URL は概要欄に貼っているので、もしよかったらご覧ください。ただ今回のオフショットビジュアルを見て、さすがに社会人になった姿が映画で描かれることがゼロということはないと思いました。では社会人になった姿がどのように描かれるのか、個人的にはアニメ一期の最終回のように映画の冒頭にそれぞれが大人になった姿が描かれ、高校生活のことを思い出す、そしてオープニングが流れた後に高校生活最後のキャンプの様子が描かれ始める、そんな感じじゃないかなと思っています。ちなみにどうして時系列通りに高校生活のシーンの後に社会人になった姿が描かれるのではなく、社会人になった姿が描かれてから思い出すような形で高校生活のシーンが描かれるのではないかと思っているのかというと、京極監督が未来を先出ししてから過去を描くのが好きで得意なんじゃないかなと思っているからです。というのも、ゆるキャンアニメ一期の第1話冒頭では5人がキャンプをしているシーンが最初に描かれ、その後に実際のストーリーが始まりましたよね。なので今回もそんな感じで、冒頭アバンタイトルのシーンでは未来の姿が描かれた後に過去が描かれるのではないかと勝手に予想しています。で、まあこれはもう完全に当てずっぽうな勘の予想なので間違ってたらすみません。最後はこのりんちゃんのオフショットビジュアルが前回公開されたなでしこのオフショットビジュアルと対の関係になっているポイントが多いので、それをまとめていきたいと思います。実はゆるキャンでは秀逸な対比が描かれるシーンというのが数多くあります。例えばアニメ2期のティザービジュアル、2期の第1話、そして2期の最終話、それらには対比的に描かれているポイントがたくさんありました。ただ今までの対比について語ってしまうとめちゃくちゃ時間がかかってしまって、この動画で伝えたい部分を伝える時間がなくなってしまうので、また別の動画で考察できればと思います。ということでりんちゃんのオフショットビジュアルとなでしこのオフショットビジュアルが対比的に描かれているポイントを5つにまとめてお伝えします。まずは夜と朝それぞれの時間帯についてです。りんちゃんの方は見た目通り夜のシーン、なでしこの方は影の方角から推測して朝のシーンとなっています。今までのアニメでも確かにりんちゃんは他のキャラよりも夜のシーンが描かれることが多かったので、夜がりんちゃんというのは結構納得感があります。実際クールなりんちゃんには夜が、快活ななでしこには朝が似合ってますよね。続いてはそれぞれの行動についてです。りんちゃんは仕事から帰ってくる平日の夜のような感じ、なでしこはお休みの日の朝に家事をしているような感じということで、行動も対比的に描かれています。またなでしこの方は
テントや寝袋のキャンプ道具が干されていたり、山ガール風の服装だったりと、いかにもキャンプをしそうな感じがありますが、インちゃんの方はスーツを着ていて、これだけを見るとキャンプをテーマにしたアニメとは思えないですよね。キャンプ歴の長いリンちゃんの方にはキャンプ感がなくて、リンちゃんきっかけでキャンプを始めたなでしこの方にはキャンプ感満載というのも面白いです。続いてはそれぞれの背景について。リンちゃんの方の背景は名古屋のビル群と都会的な感じですが、なでしこの方の背景は自然が多いという印象です。これもなでしこの方がよりキャンプ感を出すのに一役買っているような感じがします。そして続いては赤と青についてです。個人的に結構気になったのは、りんちゃんのマフラーが赤系の色で、なでしこの寝袋が青色というところです。どちらかというとりんちゃんの方が青や紺色などの寒色系、なでしこの方は赤やオレンジ、ピンクなどの暖色系のアイテムを使うイメージがありますよね。もし離れ離れになるにあたって何らかの理由でお互いを感じさせるような色のアイテムを持っているとしたら、なんていうのは考えすぎでしょうかね。そして最後はこのオフショットビジュアル全体の構図と方角についてです。まずは1、リンちゃんは左に立っていて、なでしこは右に立っています。またリンちゃんの方は右奥に背景が描かれており、なでしこの方は左奥に背景が描かれています。さらにキャッチコピーの場所も上と下になっており、構図が逆になってますよね。ちなみにアニメ2期のティザービジュアルも同じように構図が逆になっているものもありました。いや、2つ合わせてしっくりくる感じ、めちゃくちゃいいですよね。こういう遊び心が溢れてる感じのやつ超好きですね。そしてこの背景が描かれている方角が結構ポイントだと思っています。というのもリンちゃんの方は奥が東、なでしこの方は奥が西になっています。つまり西の名古屋にいるリンちゃんの背景にはなでしこのいる東側、東の東京にいるなでしこの背景にはリンちゃんのいる西側が入ってるっていうことなんですよね。離れていて見えなくてもお互いのいる方角の景色が入っているから、実質お互いのオフショットビジュアルにお互いが映ってると言っても過言じゃないのではないでしょうか。その証拠にこの2枚のオフショットビジュアルを並べるとお互いが向き合ってるような感じになると思うんですよね。もはや考察というよりは妄想の域かもしれませんが、多分そこを狙って作成されてるんじゃないのかなと思っています。これぞまさしくゆるキャンアニメ一期のキャッチコピー、きっと空でつながっているを表現しているんじゃないかなと思うんですよね。そう考えるとこの2枚のオフショットビジュアル、めちゃくちゃエモいなって感じしませんかね。ということでこの2枚のオフショットビジュアルで対比的に描かれているポイントの解説は以上です。他にもここが対比的に描かれているんじゃないっていうポイント見つけた方いらっしゃったら、ぜひぜひコメントで教えてください。ということで今回の考察は以上です。あくまで一個人の考察ですので全く間違ってる可能性もあります。皆さん一つの説として楽しんでいただければありがたいです。またすでにたくさんのコメントをいただいていますが、皆さんがこのオフショットビジュアルについて思うことやゆるキャンの映画についての予想などもコメント欄で教えていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。もしいろいろなコメントや予想が集まったら、それらをまとめて動画を作成できればなと思っています。その際はお名前を使わせていただくこともありますのでご了承ください。また
現在オフショットビジュアルが2週間に1枚公開されていますので、このペースでいけば次は2月3日節分の日におそらく千秋バージョンが発表されるのではないかと思っています。もし発表されたらまたオフショットビジュアルの考察と映画予想もしていきたいと思いますので、また見に来ていただけると嬉しいです。そしてゆるキャンアニメ1期が各テレビ局でも再放送中だったりするので、まだ見たことない方も今まで何度も見てきた方も改めて今年もゆるキャン楽しんでいきましょう。ということで本日のまとめです。この動画が少しでも面白いと思った方はチャンネル登録、いいね、コメントなどしていただけると嬉しいです。最後までご覧くださって本当にありがとうございました。